どうもこんにちは、キスフリークの皆さん、スイユースケです。ですね、新しい年になりまして、エレキギターシリーズが復活しました。ちょっとね、ギターも変わったんですけど、ちょっとこれちょっと珍しいので説明します。これレスポール、まあ、ギブソンのレスポールカスタムなんですけど、まあ、色がちょっと変わってますよね。多分カメラではまあ、光によってこういろいろ変わるんですけど、ちょっと何色っていうのか分かんないです。ラメが入ってるんですけど、実はこれそっちから見ると普通のカスタムだと思うんですけど、カスタムライトっていうタバコみたいな名前なんですけど、薄いんですよね、レスポールにしては。これはですね、1987年ぐらいか3年間だけ製造されたやつで、ここはアップになりますか。これがですね、純正で付いてるんですけど、タップが付いててシングルコイルとハンバッキングに切り替わるという、ハンバッカーという、まあ、80年代の混沌としたですね、音楽事情の中でギブソン社もいろんな音に対応する機種を作ってみたけど3年しか持たなかったという、まあ、遺産に近いギターなんですけど、僕のお気に入りです。ですね、まあ前ぶりはさておいて、エレキで、今までね、まあ、簡単なチョーキングとかスライドとかハンマリングとか、まあスタンドバイミーをミスターベースマンとやったりとかしたんですけど、今度はちょっと特化してやってみようかなと思います。まあいろいろあるんですけど、まあ、僕は思うんですけど、エレキギターが一番かっこよくなってるジャンルっていうのは、まあ、ブルースとかロックンロール、よくジャムったりする、まあ、ジャムっていうのは後でテキストで説明が出ると思うんですけど、ジャムったりするときに、まあ、あるお決まりの、まあ、コード進行とかキーとかを決めて、まあ、目で合図してソロを回したりする、まあ、そういうのが、まあ、ブルースとかが多いんですけど、今日はその12小節一回しの、まあ、ロックンロールだったりブルースだったりする、それを使ってやりたいと思います。ですね、キーを A にセットして、あとでまあテキストが出ると思うんですけど、そのキーが A って決まったら、もう3コードっていうのは ABCDE と5度まで考えると A と D と E を使います。これはもう3コードの鉄則ですね。であとまあ12小節、一回しということで、これを、1-4-5という呼び方をすると、1、まあ、最初の4小節が1-4-1-1で、次の4小節が4-4-1-1で、最後の4小節っていうのがターンアラウンドって言いまして、5-4-1-5と、こういうふうにすることによって、まあ一回し終わったぞっていう感じになります。でですね、まあミュート、まあ歪んだことなんですけど、まあミュートっていうのを前回はやってないですよね。ちょっとやったそうです。まあここで殺して、まあ、パワーコードっていうのをやったんですけど、まあ A とか E とかいうキーっていうのはギターにとってはすごく開放弦が使えたりして、いろいろ遊びとかも入れられたりするんですけど、今日オーソドックスなとこでまずちょっと12小節一回し、まあ本当に基本的な、まあ6度の音を使ってくる基本がですね、こういう動きがあります。全部 A がこうですね、で E、 全部開放弦が使えるパワーコードになっているので、それでとりあえずひとまず12小節を簡単にいきたいと思います。テンポ100です。ABCDE と5度まで考えると A と D と E を使います。これはもう3コードの鉄則ですね。これを、1-4-5という呼び方をすると、1、まあ、最初の4小節が1-4-1-1で、次の4小節が4-4-1-1
で最後の4小節っていうのがターンアラウンドっていいまして、5415とこういうふうにすることによって、まあ一回し終わったぞっていう感じになります。でですね、まあいきます。ワン、ツー、スリー、フォですけど、まずこれから皆さん挑戦してみましょうか。まあ、こう動かすんですけど、まあ、1、2、2の頭だけこの音をつけます。1、2、2ではもう離すので、よくこうなっちゃう方が多いので、もう2の頭裏は離してください。ですね。じゃあテンポ100でいってみたいと思います。一緒に1、2、3、4。ブルースなんかはシャッフルっていうリズムになるんですけど、これはまあおいおい、またちょっとリズム刻むのもね難しくなるので、今回は一番基本的な3コードということでやってみましたけど、次回からちょっとおかずを入れたり、こういうこともできるよとか、こういうアクセントを入れるとこういうふうにドライブ感が増すよっていう応用編とかもやっていきたいので、またエレキギターにお付き合いください。どうもありがとうございました。あ、もう一言忘れてました。僕ここでですね、実は、皆さんご存知と思うんですけど、ギターレッスンっていうのをね週2回やってるんですけど、ぜひ気になったな、これを見て気になるなっていう方はここの電話番号まで、メールも OK ですんで、どしどしお待ちしてます。じゃあどうも。